まあ全然問題ないです。はい、いいとこです。もうあそこはめちゃくちゃ出てきます。さあ、スーパーオープンスタンスが改善できてるか。お、で、右肩もうちょっと後ろです。胸がもうちょっと右です。胸ね、顔じゃなくて胸ね。そんなかもう胸がもうあさって向いてる感じでしょ、はい、そう、それでちょうどまっすぐ、OK。 はい、思いっきり振ってみて。全然大丈夫なんだけど、でもほら、あって言った瞬間にもう向こう見てるの分かるでしょ。だからそれがいわゆる体が開いて振り遅れた証拠なの。そう、自分の背中に打てなかったでしょ。そう、そう、それが最初の構えでその動作やると低いゴロになるの。まだ右肩引いて低いとこから入れられる状態ができてたから、あれで済んでる。だからもうなんかもうなんかこんななってる感覚で構えないといけないんだよ。そう、さあ自分の背中に球飛ばせるか。結構右向いてますけど、うん、今自分では、はい、ピンまっすぐですね。もうちょっと右向いていいんじゃないですか、はい、で、なおかつ今までこうやってやってた人がこうやってなおかつこっち向いて打たなきゃいけないって言ったら、うん、もうなんかとんでもない方向のベクトルの違いがあるじゃないですか。そのぐらいの感じでやらないと球って上がらないんですよ。でもうここら辺見ながら、はい、胸がだよ、はい、あとは背中に飛ばしていく、はい、オッケー。でもまだちょっとボール早く追っかけてるけどね。そう、でも球すごい上に上がるでしょ。もうちょっとだな。なんかこう、ここのここでこう振ってきて、ここに振って、はい、そう、ここでこうやって振って、うわ引っ張られてるなっていう、こういう感覚になってくると球って上がってくる。そう、感覚が欲しいね。見せて欲しい。そう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 、かっこいい。それぐらいです。そうそう、だからプロってみんなそこでちょっと伸びてジャンプするでしょ。うん、これがこうやって打ってるうちは一生腰引けたままだから、ここでパンって止まる感じ。でもだいぶ上がってきたね。さあ、これがクリちゃん、いわゆるこうここに土手があって、まあ低いところにこうちょうど入ってる感じですね。はい、これクラブ何ですか。48です。はい、ちょっとじゃあ打ってみてください。まあそうなるわな。もうあれはもう打つ前からあれだよね。うん。ちょっと構えてみて。あ、ちょっと貸してみて。いい？まあ、全く同じように構えるね。はい、前から見てごらん。こういう体勢で、この斜面をこういう体勢で構えてたら、こういう風になるから、向こうにしか行かないのよ。で、これを、こう構えられるようになんなきゃダメなの。ね、こうやって構えちゃダメなの。わかる？こうだよ。はい、左足下がりを自分で左足下がりにするの、はいはい、そういうつもりでもう一回打ってごらん。もうこんだけ左足下がりで48度持って、あの構えじゃあそこにしか飛ばない。しかも全然距離も届いてないでしょ、はい、ちょっとアドレスしてごらん、はい、これ左足でもうちょっとボール右置いて、そう、それじゃちょっと右置きすぎるけど、もう少しこっち、そうで、このままこうバーンとぶつけてくればいいの。そう、もう自分の中でスーパーランニングアプローチするつもりで打ってごらん、はい、インパクトだけ強く、はい、どうぞ。そうやって打てばいいんだよ。そうやって打てば、まあ、多分ちょっと今右向いたと思うけど、でもそうすると球の球質が全然違うのと、はい、あんなに振ってる時に比べて半分しか振ってなくても倍ぐらい飛ぶでしょ、はい、それは何でかというとロフトが立って構えてるから、はい、最初の構えだと上にしか飛ばない、だから距離が稼げない、はい、そうするとこうやって長く先がターフ取れるじゃん。より全然長いでしょ。そう、さっきはこれしか取れてないんだよ、うん、こんだけしか取れない。そうでしょ、はい、それはこう構えて、かして、うん、こうやってこう最初の構えはこうして、当たったらクラブがすぐ上に上がっていってしまう。その後はこう構えて、当たった後にクラブが低く長く出るからボールを長くこう押すから球が低く出るの、はい、これでは飛ばないです。まず、OK、だから斜面なりに構えてはいけない場面なんだよこれ。逆にそこがあれだから、斜面なりに構えた方がいいのかなって思ってます。最悪です。こんなの関係ないもんだって全然。もっと斜面に対抗して、うん、そうだって48度持ってたら48度だって、はい、ここなんかせいぜい10度ぐらいしかないんだよ、うん、そう思いません。
斜面で考えたら、うん、絶対当たんないでしょ、うんうん、4番は持ったって当たんないと思うこれ、はいね、これだそういうところです。だからもうまず距離を考えた時に、だからまあ50、48度の選択も本当は良くないと思う、うん、もうピッチングとか、うん、もっと立ったクラブ持った方がもっと簡単だと思う、そうですね、うん、っていう感じです。はい、だから斜面なりに立っていい場所と立っちゃいけない場所があるんだけど、今のは立っちゃいけない場所。いや本当にうまいわ、アプローチ。本当ですか？もう一回ちょっと今の素振りしてみて。はいはい、ストップ4だよね。このままクラブヘッドがこう走ってきたらさっきの感覚になるでしょう、うんね、でもショットってこうやって打ってるからアプローチこうやって絶対打たないでしょ、うん、はい、でも普通に上げて下ろすだけ。そう、そのままヘッドがこうターンしてこう来たらさっきの感覚になるでしょ、うん、だからだってこうやって縦旋回するわけ。ところがショットになった瞬間に急にこうやって横回転始まるから、うん、飛ばそうと思って、そうそう、上体がガーンっていきたくなるから、アプローチのこの感じで頭残ってそのままヘッドが走ってこうやって振ってきて、こうやって振ってくれたらもうめちゃくちゃかっこよくなるわって、はい、そう、アプローチはかなりうまいけどショットと整合性が取れてないのよね。こうロングパッドをさ、こうやって手前右に外すのって多い、そのことだよね。フォローを出すタイプの人って、はい、こう右手前にショートするタイプが圧倒的に多い。本当にもうコツンって打ってる人は右手前にあんまりショートしない。そう、自分の中では止めるぐらいで実際勢いでいくじゃないですか。だからフォローを出そうと思ったら出しすぎるんですよみんな。そう、だってヘッドは本当にここで止められることなんかできないんだから。そうそう、例えばさ、向井さん、ちょっとじゃあ、ひとくりじゃ正面からいい？自分の中では、インパクトで止まるようなつもりで打ってみてください。フォロー出さなくていいからね。で、これでバックスイングとフォロースルーの大きさを見ててね。はい、フォローの方が出てるでしょ？フォローの方が大きいですね。今のだって、フォローの方がはるかに大きいんですよ。めっちゃ止めてますよ。止まってないんです。あとで YouTube 見てください。今のでバックスイングの倍ぐらいフォロー出てます。ってことは、普段は相当出してるってことがわかるでしょ？ちょっともう一回、ひとくりやって。そうだから右に外すんです、うん、もう本当にインパクトで完全ストップして、もっとね、もう当たった瞬間終わり。はい、どうぞ。それで左右対称ぐらい。でもあんだけ転がるんです、ね、そうだよ。今初めてさ、コンっていい音したでしょ、うん、いつも消しゴムの音してるから、はい、うん、今ので左右対称。後で YouTube 見ると、え、本当だってなるから。すごい。いかにこっちを出してるかが分かると思う。今もう全然止めました。それが普通なの。よく左右対称っていうのはそういう感覚だから。で、彼女もそういうタイプだから、ちょっと構えてみて。自分の中でインパクトで止めていいからね。ね、ほら。めっちゃいってますよ。でしょ？出過ぎでしょ？もう、コロナが大きいでしょ？足幅より持っていってます、ね、これ本人は打って止めてんだよ。だから向井さんも同じ感じだよ。はだからこれ全然左右対称になってないでしょ。フォローするのが大きいです。大きいですよ、うん、はい、止めて。そう、これだったら止まってるなって感じするでしょ、うんうん、こんな感覚だから上手い人って、ね、人間って不思議でしょ。止めてる、止めがあんなに出てんだからさ、